こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。北大西洋条約機構、NATO の加盟国がウクライナに軍隊を派兵する可能性があると、アナスフォー・ラスムセン元事務総長が警告しました。来月7月にリトアニアの首都ビリニュスで開催される NATO 首脳会議で、米国を含む加盟国がウクライナに具体的な安全保障を提供しないようなことになった場合には、 NATO 加盟国の一部の国がウクライナに軍隊を派遣する用意があるかもしれないとラスムッセン元事務総長は述べました今日はこのことについてお話しますイギリスのインデペンデント紙の報道によりますと北大西洋条約機構 NATO の加盟国がウクライナに軍隊を派兵する可能性があるとアナス・フォー・ラスムッセン元事務総長が警告しました 来月7月にリトアニアの首都ビリニュスで開催される NATO 首脳会議でもしも米国を含む加盟国がウクライナの具体的な安全保障を提供しないようなことになった場合には NATO 加盟国の一部の国がウクライナに軍隊を派遣する用意があるかもしれないとラスムッセン元事務総長は述べました。 ラスムッセン元事務総長はウクライナの安全に対する保証の合意にたとえ至らなかったとしてもウクライナが将来 NATO に加盟するという問題が7月のビリニュースでの NATO 首脳会議で議題から外されるようなことは加盟各国が許さないだろうとも述べました。NATO のののラスムッセン元事務総長のこの警告は、 NATO の現在の事務総長のイエンス・ストルテンベルグが NATO は正式の加盟国にのみ本格的な安全保障を提供しますと述べた後に発表されましたラスムセン元事務総長とストルテンベルグ現事務総長との間にウクライナ支援について極めて深い見解の相違があることが見て取れますラスムセン元事務総長は次のように述べました NATO がウクライナの今後の明確な道筋について合意できなければ一部の国が個別に行動を起こす可能性が明らかにありますポーランドがウクライナへの具体的な支援に熱心に取り組んでいることを私たちは知っていますそしてポーランドが国家ベースでこの状況にさらに強力に関与しその後にはおそらく地上部隊派遣の可能性を含めてバルト三国 リトアニア、ラトビア、エストニアが追随してくる可能性もありうるでしょう。ラスムッセン元事務総長はこのように述べました。NATO のラスムッセン元事務総長は元デンマーク首相で、所属政党は保守リベラル政党の自由党です。また NATO の現在の事務総長のストルテンベルグは元ノルウェー首相で、所属政党はノルウェー労働党です。 ストルテンベルグはその昔、ベトナム戦争に抗議して、オスロのイギリス大使館に石を投げたことがあることで知られています。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。